やっと来たか、寝ぼすけな主様。朝早くからなんだよ、寝る。疲れてるんだからもう少し寝させてよ。ダミンを貪る主様よ。今の調子で安心して勝てると言い切れないのによくもまあ寝ていられるな。いや、治ってくんなよ。俺だってかなり不安だっていうのに。真実を言ったまでさ、現実逃避して勝てるなら苦労しないだろ、主様。それでいつ出てきたのか知らないんだけど、ベルが何か関係あるのか。当然だ主様、そもそも機能神が主様のオーラを持っていかなければ今日こんなバカみたいに早い時間にベルを呼ぶ必要がなかったのだ。それは仕方ないだろ、結果のためだし。眠たい。それで、なんでこんな早朝に集めたんだ。今のままだと主様は絶対にアランという男に勝てない。だからベルを使って守備に対する知識を知ってもらう。絶対に勝てないって言い切るか。ああ、一応空いた時間でメリアと一緒に過去の試合全部のアラン戦を見ていた。データはバハートからもらった。そうか、俺は1年前の試合しか見てなかったのに。主様は見る必要ないさ。これは4年という年月でどういう方向性で成長しているか、それらも含めてメリアと私で見て話していただけだからな。それでその結果だが、あいつは、堅実で生真面目な性格から精度の高い守備を主体とした能力と攻撃を行う、という戦術が一番しっくりした。今年度の予選で使った、防御主体の能力、一回戦でも無傷、天の絵とは真逆のスタイルと言ってもいいだろうな。それでベルだ、こいつと実戦をやって頭を触ってみろ、逆に主様が頭を触られたらアウト。私の大好きな罰ゲームも貸してもよかったのだが、時間がないのでな、連続でさっさとやってもらうぞ。ベルにオーラを渡せ、そしてどんな手段でもいいからやってみろ。私の言葉の意味がわかるはずだ。わかった、ベル、よろしく頼むよ。残り30分ですね。主様、今更不安になっても仕方ないだろう。まず序盤はしっかり観察だ。天の絵戦の時みたいに勢いよく言って、勢いよく返り討ちされても困るのだからな。なんでちょっと嬉しそうなんだよ。ですがベルの言う通りです。相手は勢いがあるわけではありません。現実にじっくりと状況を判断して無茶せずにしっかりと攻守を切り分けながら戦ってくるでしょう。ですが、守備に関しては負けていますが、攻撃や能力ではご主人に分があると思います。あの放火さんを倒したのですから自信持ってください。ああ、そうだな。はい、それじゃあご主人、一緒に映像確認しましょう。ほらほら、肩でも膝でもお腹でもどこでも枕にしていいですから。強く出しすぎだろ、試合が終わった途端これだよ。またメリアちゃん抜けがけを、試合終わったらすぐこれだもんな。それにしてもアラン選手か、確かに今年度のアラン選手の出来は前年度よりもすごいって評判だな。そうだね、あの、混沌支配。近づくこともできないのに、無理やり近づいたら八つ咲き、攻守ともに好きなさすぎだよね。そんなのただの能力という副産物でしょ。ここまで来ると大事なのは、基礎や技術、あとは応用力とか経験、そこら辺かしらね。全く自分だって初めてここまで勝ち上がってきたくせによく言うよねー。でも確かにその理屈言われたら誰もつくよみさんと東野さんには勝てないってことになるからな。そうそう、放火おばさんがパトに負けた時点でねー。というかせっかちゃん割と能力ありきだし。おいか、何気に一回戦で見持ってんでしょ。絶対に少し対抗心持ってたでしょ。ハロハロー、また遊びに来たよ。おばはちんとエミッチはもう治ったー。私はすぐに治ったのだけどエミエルはちょっとうまくいかないみたいでね。ねえ、ぬいぐるみの中にある魂が直接傷ついてるから治すの大変だよ。というかぬいぐるみ最低いかな。じゃないとうまく治せないよ。私裁縫できるけど。エミエルちゃんがいるから。ちょっと緊張するかも。私も裁縫はちょっと苦手で。いや本当に苦手なのよ。実はできるんでしょ、とかなくてね。天才とか言われても全ジャンルの天才とかじゃないんだから、私にだって得意不得意はあるよ。信じてー。そんな、でも少し練習したら私よりできるんでしょ。みたいな顔しないでー。あらー、これはなかなか重症だねー。直すことはできるんだけど。ちょっと職人呼びたいかも。職人、なんの。ミガドルエデンの便利屋で何でもお金さえあれば製作も修理もやってくれるの。その精度の高さから全エデンでもある程度の知名度はあるの。それじゃあパトの試合が終わったらその職人呼ばないとね。うん、それまでは応急処置しておかないとね。もう少しだね、パトくん、アラン君に勝てるかな。アラン、入るわよ。いやんか、調子は良好だ。肉体的にも精神的にもだ。そう、一応ビリアンも後から来るとは言ってたけど。慌てることはないさ。これは俺の試合だからな。今日会ってないわけじゃないんだ。別にそこまで気を使わなくてもいい。第6部隊はチーム一丸。一人はみんなのために、みんなは一人のために、でしょ。アランが決めた方針なんだから発案者がしっかり守らないと。そうだな。この力ではどうしても限界がある。それを半年前。パトたちが侵入してきた騒動で実感したんだったよな。そう、あれが半年前。
あの時はどの分野においても俺の方が圧倒的に強かった。とてもじゃないが、この半年だけでここまで勝ち上がるとは到底思えない実力だった。だが今、事実俺の前に再度現れた、世界の舞台で、明確な実績を得て。もう半年前とは同じにはならないだろう。きっと俺も苦戦を強いられるだろう。だがそれは誰が勝ち上がっていても変わらない。俺はやるべきことをしっかりやり遂げる。それだけのことだ。半年前のことを思い出してるんでしょ？ああ、急激な成長をしてきたよな、あいつら。そうね、白選手は今のレベルならビリアンやシグウェンの二人ばかりでも勝てるか怪しいわね。セッカ選手もただでさえ半年前にビリアンを倒してるのにまだあの時よりもはるかに強くなった。メリア選手は実感したからわかるけど本当に別格だったし、カナちゃんもあのバハート隊長と互角レベル。そしてソフィアはファルドラ隊長とバハート隊長を倒してベスト4。それでアランと戦ったパト選手はアマノエ隊長を倒してアランの元まで来た。そうだ、半年前は格下だと思っていた連中が同格、いや第6部隊以上の勢力をつけてきたんだ。怖い、自分の追求してきたものが壊されるのは。ああ、だが信じてもいる。俺みたいな弱者から這い上がった身だからわかることもある。報われない人たちを多く見てきたからな。大丈夫、アランの正義は間違っていない。だってアランは自分の強さに慢心せずに毎日鍛えてきたじゃない。今のアランならつくよみ隊長、指揮隊長とも戦える武器があるわよ、大丈夫。ありがとう、イアン、しっかり戦ってくる、第6部隊の誇り、俺の誇り、地球防衛軍の誇りをかけて。固く苦しい、自分の分だけでいいわよ。待たせたな、一汗だととスリルを楽しむイカれた野郎ども、暴力反対の義務教育の敗北なんてほっといて目の前のスリルを楽しもうぜ。さあさあ、次の試合は本日初の野郎同士のファイトです、これはむさ苦しい試合が期待できそうだぜ。しっかり攻めなさいよ、パト。今日やったこと、思い出して、欲しいと思う。半年前、あの時の敗北から俺が常に脳内でイメージしてきた強者はアランさんだった。アランさんに勝つためには、アランさんみたいになるためには、アランさんみたいに強くなるためには、そうやってずっと伝えてきたんだ。そして今、こうしてリベンジできる機会ができた。もうこんなチャンスは二度とないだろう。だから俺が今出せる全力を、全部アランさんにぶつける、そして超えてやる。じゃないと俺は次の世界に進めない。選手は年上を、どうせなら避けて、やっぱり若い男同士、気合い入れていこうぜ。最初に入場したのはアラン、ソルフリー選手、前年度ベスト4の実力者、堅実な無駄のない戦い方が売りだ、真面目くんね。2回戦は不戦勝でここまで来てますのでラッキーマンでもあります、もう来年度から2つのラッキーマンを名乗れ。運も実力、そういうことだぞチェーン。はぁ、生きてんじゃねえぞ、おめぇ、私より先にベスト4入ってから調子乗ってるぜ。言っておくけど私の方が勝ち越しだかんな、わっせんな、ピンク野郎。ああ、うるさ。続いて入場してきたのはパト選手、私的には多数決で白木新星って名前つきましたけど第3部隊キラーって2つのが似合うと思うんだよね。そう、前年度ベスト8のラディウス選手、そしてベスト4の天野選手へ撃破して準々決勝まで勝ち上がってきている。今日もその実力を存分に発揮してくれ。とうとう来たんだ、半年前の俺からどこまで成長したか。ここでしっかり発揮する。パト選手、ここで全世界に気合の一言をどうぞ。あ、その、全力で頑張ります。はい。ハラハラ超えた3回。白戦士といい、もうちょっとファンサービスをもっと覚えないと。どんどん無茶ぶり増えてきてるな。それじゃあみんな食後で眠たいだろうし、さっさと始めちゃおう。胃もたれしてるやつとトイレにこもってるやつは意地でも見てなさい。準々決勝第3試合、パト選手対アラン選手。試合開始。いない？どこ行ったの？ジュちゃん、エテルちゃん。レイカ姉さんに、すっごく怒られた。トウヤ兄さんにも、死ぬほど怒られた。もう40に入る年齢なのに。ハイカさん、今はどこからどう見ても10代前半ですよ。パト君、私のこと養ってくれないかなー。この見た目だとバイトもできないし。あ、私が稼ぎますよ。なんか資格とかスキルとかはないけど。健全な体だけはありますから。かなでちゃん、冗談でもそんなこと言わないで、食料的に補導したくなるから。あ、そうか、私無職でした。絶賛ニートです。あ、私もニートなので、気にしないでください。てか、二人はパトと合流したから大丈夫だよ。無事パト君のところに到着してるようでよかったです。迷子になったら困りますからね。ことか、なんでテレビ見ないの、パトの試合見たいんだけど。見たくないものが逐一映るので。あ、そうか。じゃあ私はロビーのテレビで見てくるねー。
ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。